ラコークは中華人民共和国四川省、徳陽市に位置する四角区。ラコークの面積は447.88平方キロメートル、平原と丘陵が連接した地理特徴で、四川盆地の中亜熱帯湿潤が多機区に属し、典型的な農業地域である。ラコークは、 成都平原東北部に位置する三国時代の諸区からの文化継承地であり、新代の文学者である李朝元の出身地である。現在は小級歴史文化名城に指定されている。三国兼用の区、両川のどの地と称され、古代四川省の交通の要衝とされた。諸区の劉備に仕えた宝刀が戦死したのは、羅湖白馬石を地を取り派であるとする伝承がある。三百四年頃、 生官の時代に万安県が設置され、742年、当庁により、羅皇県と改称された。1959年に、徳陽県、あがた、免用県に分割編入されたが、1996年に、徳陽市中区の一部をもって、羅皇県が、再び設置された。2017年8月に、四角区の羅皇区に改編された。区の森林面積は、 全体の34.11%に達する。また豊富な天然ガスを産出し県内の主要エネルギー源とされ、またそれを使用した発電事業も盛んである。工業強権戦略の採用により、区内にはプラスチック原料、電子材料、機械、食品、建材、蛍光防食の6大産業を育成してきた。中国金カリンの里と称されたラゴークは、 金カリン、蝶元夏目、め、ラコーセイコショウ、ラササゲトリなどの特産品を産出している。剪定水木も新たな観光資源となっている。ありがとうございます。